チャップおはようございます。なんだ元気ですね。いやいや元気出せよ。元気ですけど、めっちゃ元気ですね。いや元気猪木さんの見た、ちょっと胸が痛かったです。なあ本当だったらなんか病院行って お見舞い行きたいぐらいだよね。あの猪木さんがね、僕ら一番あの金曜日の8時から見たあのワールドプロレスのね、猪木さんのやつか、元気ですかー言ってな、本当にあのまた聞きたいですね、うん、いや本当聞きたい。でも回復されてるということでな。そうですね、うん、だから前もっとその YouTube でももう少し寝ておられた動画を見ましたけど、少しずつ回復されてるってことでね、うん、やっぱ俺は猪木世代じゃないですか。そりゃそうよね。あんな、ね、寝てる YouTube を見たのは、まあ、あっちゃん以来だったの。何てことですかお前とか言って真似はいらないんですよ。いいんですよ。さあ、はい、パリーグも一回り、いやね、あの順位予想からちょっと聞いてみる。僕はソフトバンク優勝したんですよ。湯川さんも優勝。俺は楽天。最下位は、最下位は日本。あ、最下位一緒ですね。あ、一緒。まあ、もちろんソフトバンクか楽天かで迷ったんですけど、いや俺迷ってないんだよ。分かりますよ。 そんな表情してますよ。そうだろ、はい、ソフトバンク、楽天、楽天、ロッテ、ソフトバンク、西武、オリックス、日本。でもロッテは勝ってますね。うん、それはなんでですか。まあ昨年スタジオを作ったということだよね。まあクライマックスシリーズ行って経験値を上げて、はい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 、まあ投手力がいいじゃん、あそこ。まあね、うん、はい、でバッターも成長株が多いし、だからまあレアードとマーティンがちゃんと働ければ。マーティンがいいですね。マーティンいいだろ。マーティンは打率低いんですけど、うん、あの守備型あれはやっぱりこうプロの方ですね。そう、それとマーティンが打つと打率は低いけど勝率が高いんだよ。だいいところで打つんですよ。そうそうそう。でマーティンってレンジャーズにいたらしいですね、うん、で立山が言ってましたけど、やっぱり当時はマーティンはこれすごい言い方悪いですけど、やっぱり日本に来る外国人ね、まあ、いろんな実績ある選手がいるんですけど、マーティンはメジャーリーガーの力がありましたと、うんうん、けどまあそのいろんなことであのメジャーにチャンスがなかった日本に来たけど、あれは片岡さんメジャーバリバリですよと。マーティン、まあそうだろうな、守備もあれだけできるやな、はい、いやそれとあのレアード寿司ね、うん、まあそこそこ打ってくれればさ。レアードはやっぱ波が激しいじゃないですか、うん、去年はね、まあ、いなかった、まあ、安田は使えたっていうのもありますしね、まあ、去年もロッテもねコロナで大量入れ替えがあって、ああ そこでねチャンスもらったあの藤原なんかね、彼もインパクトが強いところで打つでしょ、うん、先頭でしたホームランとか。でね今年オープン戦で使った山口、先だってホームラン打ったけどさ、僕の動画でいつも言ってます、期待の山口。いや知ってるよあのライブも、ね、あれもいいだろ。いや触れるもん。3年目でしょ、うん、あれとかね、あの3年目 のヤクルトの浜田、うん、あれもいいですよね。高部っていうのも俺買ってんだけどさ、あの左バッターでしょ。左バッター足が速いんです。あとはこっちでしょうね、うん、いやでもこっちは評価してたよ井口監督は、うん、一郎みたいなのがいるんですよって。何だもう驚いたよな、うん、まあまああそこは足はね和田君というスペシャリストがいるじゃないですか。そうそうそう。でも今年あそこはあのショートに小川っていうのがいたんですよ、ルーキーで。 あの子は結構良かったんですよ。あいいいいでしょ。久々に守備がいいね。まあ学生、いやでね守備位置が深いんだよ、だから自信あるんですよ。そう。ほんでこの辺のやっぱりね持って生まれたそのね、うん、このハンドリングというんですか、ああいいなと怪我してもうたよ。そうそうそう。でまあ取り留めようと。でもエチェバリアが入ってきた。はい、エチェバリア外国人、あれ内野だからショート。でも井上さん、外国人がショートっていうのはまあまああんまり例ないじゃないですか日本では、うんうん、まあ昨年あのヤクルトのエスコバ、うん、まあ守備がうまいうまいって言われてたけど、もうどこがうまいんだと思ったんだけどねサードだったらうまかったよ。えあの今のねエスコバは逆にね、うん、あのちょっと浅く下手したボーズリーグの僕らが見てるボーズリーグみたいなとこ守ってましたよ。いやいや浅すぎる。それと守備範囲が狭い。でもね、過去2回ぐらいゴールデンボール取ったわけでしょ。おかしい。でもエチェバリアは動けるよ。あのフォアボールが一番多いチームじゃない昨年。だから得点圏でいかに打つか、まあそこら辺だと思うんだよ。まあそこはまたね、湯田さん後輩井上だったりね、うん、FA の福田がファームいるわけですよ、うん、だその辺も井口監督も思い切ってね、うん、まあ、普通上げのクラスになると状態上がってくるのを待つためにね、うん、ある程度先発で使って結果出なかったらファームで調整してこいっていうのが、まあ、普通じゃないですか、うん、それはやっぱりあの辺でパーンといったということは、うん、まあ、今年井口監督も欠けてるなと、
いうのを感じますね。戦力は2軍にもいるということだからな、何かあった時に。だ今言われたようにね、やっぱりその打つということよりもその足とかね、そういうところでロッテとは点取るというふうなことじゃないですか。そうだから面白くない、まあ、何位にしたの。何ですかロッテ。僕ロッテ3位ですね。あ、やっぱり A クラスから外さなかった、はいはい、うん、まあ、昨年の勢いとやっぱピッチャーが安定しているっていうのと、うん、まあ、あと藤原とか安田とかというね、その去年の経験値で伸びしろがあるんちゃうかなというところで今年ちょっと3位にしたんですけどね、うん、なるほどね。じゃあ楽天は。僕2位です。もう 僕は楽天のソフトバンクの一騎打ちと思って見てたんです。その2位にした原因は、あのもちろんね、今年はあの早川というのが入って、うん、田中マー君が入って2人で最低貯金10はしますよ。最低ですよ。ましてこれ今マー君いないじゃないですか。で帰ってきたらどうなるかなと思いますけど、これは僕個人的にですよ、まあ、1年でね監督が3人変わって、なんかそういうところ優勝していいかなというふうなことですよ僕は。あ、もうそれは市場か。はい、市場ですよ。だから市場で決めていいんでしょ、ジュニア層。まあまあ、それは違うんです。なんでそこで開き直るんだよ。そこ開き直るとこじゃないんだよ。市場で決めていいんでしょ。まあそれは絶対いいよ。ただ市場も大切だけど、あの分析も大切じゃん。分かってますよ。分かってますけど、なんでそこで。歌はああ無情って言ってね。だから、まあ、楽天はでもやっぱりね、力ありますよ。うん、で、一回りしてるじゃん。はい、戦い方見てるじゃん。はいはい、どう思う。やっぱり僕の今年は辰巳がいいですよ。もともとポテンシャルは高い選手でしたけど、この2年間でね、本来であればもっとね、1年目からこれができるんじゃないかって期待されたけど、やっぱりプロ野球のね壁というか、彼もやっぱりこう全てこう自分でもうフルスイングしていくタイプじゃないですか。もう今年はそれがやっぱり今いいふうに出てますよね。で茂木がいい、茂木がいい、で、まあ、浅村がいる、で鈴木大地いる。でも鈴木大地がちょっと悪いんだよな今年。そんな感じないでしょ。去年は鈴木大地が前半引っ張りました、まあ、そう田中というポテンシャル高いのもいるでしょ。調子悪いよな。うまいことそうやってね、あのみんながみんな良かったらみんなが悪くなるじゃないですか。けどやっぱピッチャーですよ。だいいだろやっぱり。もう岸やらね、涌井、森本がいて、早川がいて、で湯気でしたっけ、で滝中がおる。そう、滝中も1回10失点やってたの、次完封しとったから。気合いでしょうね。精神いやいや、やっぱりそんなもんね、普通10失点したらファームでもおかしくないけど、そう今回チャンスもったと、もうこれが最後やもん出たんちゃいます。まあそりゃそうやな。いやだからここまでの戦い方見てて楽天やっぱりいいだろ。いやそれは強いですよ。だからもう楽天とソフトバンクの一騎打ちだって言ってるじゃん。でソフトバンクをやっぱり1位にした理由は何で。やっぱこの経験とね、うん、やっぱり実績というのと、やっぱり選手がやっぱりこうしたら優勝できる、まあ、この人は優勝できないということは分かってると思うんですよ。まあ、経験値が高いわな。ただね、これ千賀怪我したじゃないですか。ちょっとこう、まあ、怪我人というのはもちろんね想定外ですけど、うーんっていうところになってきますね。今変えるとしたら変える。いや変えません。変えたいけどもう決めた限りは市場は挟まない。そういうことですか。あの俺は、まあ、例えばあのキャンプの時に千賀が遅れた、はい、柳田遅れた、で今宮が怪我がちになってる、はい、でマッチが年齢的な金属疲労、はいはい、でそういうこと考えるとさ、あそこ育成はすごくいいんだけど、そこの実績、そこの変わりまでには俺はまだまだ到達してないと思うんだよ。まあでもファームにね、うん、まあ、まだまあリチャードがいてね、うん、あの三森でしたっけ、で釜本、うん、だいることはいると思うんですよ。いやいることはいる、いることはいるけど、はい、まあ、昨年はさやっぱり打てなかったよ前半とか、はい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 、それはピッチャーを支え、ピッチャーが支えたよ、はい、でもいるピッチャーでもね、あそこは出てきますよ。出てくるんだよ、出てくるんだけど、はい、昨年ほど俺はいいとは思ってないんだよ。まああのユダさん言われるようにね、今見てたらやっぱ楽天の方がちょっと力上かなっていうのはありますよ。マー君効果っていうのは俺はねすごくあると思うんだよ、則本にしても。だからこの今ねその楽天のソフトバンクの千賀が怪我しましたけど、まあそういうふうなことがこれからも起こりうるか分からないじゃないですか。まあまあ確かに。ただまあ、あの棋士にしてもまあちょっと高齢もあるし、だんだんね年齢的なものもあるしっていうのもあるんでね。まあ1シーズン働いたことはないよね最近、はい、岸は、はい、で則本もちょっとさ、ここ数年はね、怪我がちだよね。勝ち星という面では伸びてこないじゃないですか。まあそういうとこもちょっと考えて僕はそうしたんですけどね。うん、でも俺はソフトバンクはそろそろ世代交代の時期が来てて、まあ、世代交代っていうかもうちょっとやっぱ勝つってしんどいじゃん、はい、体に負担がかかるじゃん、はい、だからそれは疲労がやっぱりいっぺんに出る年かなっていうふうに俺は思ってる。
で、まあ、あそこのソフトバンクの助っ人がね、初めからいたじゃないですか、うん、それも僕は大きいんちゃうかなと思ったんですよ、ね、大きくてここだよ、そうなんですよ、だちょっと連敗してもらったじゃないですか、うん、あれはちょっとこう予想外やったですね、うん、ソフトバンクであれって知らん間にまたプッとこう来るじゃないですか、まあ、確かに、あそこから落ちないんだよ、落ちないんですよ、落ちないんですよ、だから、うん、落ちない、あっから借金5までいかないでしょ、まだパッと5割も超えてるじゃないですか、だから勝負強さを持ってるバッターたちが多いよね、だからその勝負どころを知ってるじゃないですか、確かに知ってる、その辺はやっぱりこの経験というね、まあ、経験は大きいよな、だって今言われても仲間にしてもね、や、まあ、やる気ないし、そんなよくないじゃないですか、だかこれから上がるしかないわけじゃないですか、うん、確かに、まあ、そのやっぱ爆発力っていうのはソフトバンクにあるなということは僕は思ってるんですからね、うん、はい。